よし。はい。はい。あ、でも嬉しいな、でも。初。うん。よし、いただきます。はい。バランスやな、これ、うん、こんなとこ取って足りるんか、まあ、でも短いんか、なかなかの高度かやね、ちょっと岩あれやね、ここ日当たる場所がぬめりかけてるね。あ、そう。うん。あ、まあガバやからそんな関係はないけど。これ最近売ったばっかりな、ベツル。綺麗やな。ピッカピカやな。こっから簡単なんかじゃけど、ピンないな、ランナー打つねんな。うん。ああ、あそこか。う
終了点、怖いなこれ。怖いやろ。ああ出す？いい？ここまで来たらここがホールではあるから行けんねんけど。ほんま？ちょっと待ってな。うん、ええよ。落ちるかもしれんじはい。ロープどうしようかな。あの担いだまんま来る？うん。あのこのたるんでる分だけ巻いていってくれたら。うん、オッケー、うん。よいしょ。おう、この岩怖いな。うん、剥がれそうやん。そうやな。よっよっ、くだらなく持っていったな。ほうよう持たへんわ、怖かった。もう割れとる、これ。そうで、引っ張ったらあかんで。引っ張ったらあかんでって。長いもんな、長いのは40メーターだっけ、うん、40メーターって書いてあったんですか、うん、こうあの木越えて、上の木越えて、うん、自然となんか途中から右の方に出て入ってくるな。ああ、上がってったらなんかこういういい視点が出てくる、うん、この人これで背負ってたんじゃん、でほどいたんじゃん。うんうん、それでもいい。これでセルフ取っといて、うん、そのこと言ったら、これがこう来とうから、それも輪っか広げて、輪っか広げて足が入ったらいいんか。そうやな。これに足をちょっと待って入れて、ここや、うん、パスは後で外れるから、うん、よいしょ、よし、うん、パス外したら、うん、パス外したら、いけるやろ、うん、いけるいける。あ、ちょっと待って、ね、これそっち移ろうかな、うん、ほら、ちょっと軽くついてくれた。はい、各方は OK、はい、ではではやな、うん、これで1ピン目があれか。はい。はい、ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。はい。待って、向こうは。うん。はい。うん、はい、OK。
しょ、確信。行きます。ほい。一旦ロープください。この木の中入らなかのは狭いな。狭いな。ここから脱出するのは難しい。どうやって脱出したいの？ラックの奥になんかカチみたいなのがちゃんとあるの。クラックの奥にカチじゃないわ。クラックの奥にものすごいあの取っ手みたいな根があるわ。あ、そう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 。いるんかな。また便拾った。ここ一個あれやんな。あの破損してんねんな。どうしようかね。入り込むかな。おお、やっと前向けた。窮屈やったな。しゃあ、あとは多分快適やろ。きっと。あれ？あれちゃうよな。なんか変な。ヌンチャク一本ぶら下がってるけど。団地かな。団地というか灰台臭いな。うん。綺麗はまだ。お宝の山やな、ここ。ほんまここピン1個もないんだよな。ピン1個もないな。
おー、しもた。もうちょっと下から右へ出らなあかんな。これはしもたね。これか終了点。ミスったね。はい、行くじゃん、ビレー解除。な、アルパインチックやな。そうやね、それのもうちょっと下やわ。ヘツル打ったんね。そうやろ。ああ。昔でも私もこっから上がった。そうやけど、こ、あれ、こっち側出てきても、あのペツル取ってから、そんなに良くはないで。うん、ペツルやからさ。まあ、そうやけど、その上のカム見たらびっくりすると思うわ。そうやろ。いや、でも私、全然やな。そこのカム、うん、もうな。ハマってるだけで。トラバースしなあかんけども、先どないやってるか分かるし、もう一応入れとかんと嫌やしな。でもよかった、ここ手が結構良かったから。ちょっとゾッとした、池ちゃんに言われてから。え、あんな下にペツラあるやん、これこれトラバースしなあかんのって。道理でピンない思ったわ。言うとるけどさ、そんなすごい思えへんやんか。そこに足あってな、ちょっと伸びたら上、これドガバやね。もうずっとそうやと思うけど、怖い思いさせるな、あんた。これとこれガバや、これこれこれ超ガバや。何を言うてんねんな、もういけちゃう。もうこんなことしたら女扱いせえへんね、もう。悪いけど。ほら、あの木の枝の上ぐらいからもう、うん、そうやで、入ってこなかったな。そうそう、もう今入れるように、うん、でも昔ほんま私この辺に、この辺からトラバースした記憶がある。せやけど、あれあそこでライン打って、これドガバやからもうちょっと上までの方でペツル打っとったら、うん、このトラバースも楽ちゃうか、下手したら。あそこより、あ、これ意外と悪いやろ、いいじゃん。いや、あそこ階段上やで。ほんま、うん、そうでもない。でもまあ、ちょっとここに上がってくるのが気持ちやらしいけどな。ここやらしいの、あの、横隔途中までまあまあやんか、うんうん、途中からめちゃめちゃ登りやすくなるやんか、うん、急に開けて、うん、まあ、スイスイスイス登っとんやんか、うん、そうやね。クライマーズホイホイやん、これ。そうそう。ほんで、ここをそのまま一気に行きよったら、ここの上がめっちゃ向かう。そう、いや、俺ハングしてるから、ハング、なんかトップでハングの手前を右へ入るみたいなこと書いてあったから、うん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 、だからこれを避けてこっち入るんやな、もとって、うん、いや、でももともとそうなってんねん。あ、そうなん。うん、それで覆ってんねん。だって古いとこやろ。うん、もともとそうやねん。だからここは私もずっと昔、ここずっとここ反動持ちながらトラバースしてきよう。池ちゃんが覗けん、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 時すでに遅しちゃったら、ペツランとかあるやん。はぁ、疲れた。疲れたな。うん、なかなか、うん、最初のピンチです。
の間またこう抜けていかなほんまやな、ほんまやほんまや、なんかあるぞい。あ、せやけどトラバースでそっちがそっちにあれやな、あの辺ぐらい入っていくんやったもんな、うんうん、その木を越えて、うん、もうちょっと先に行ったら、うん、ちょうどあの高稜会から、ま、あの辺が出てたりやんか、あの辺と合流する。ああ、あっこか、なんかキャーキャー言うてたん。そうそうそうなんか、キャーキャー言うてた、うん、なんか女の人な、うん、イケちゃんにあんな声出してみん言うとったやつやな、うん、なんとかさー言うてたやつな、うん、名前忘れてたせっかくやから、うん、イケちゃん登ってる誰かしとるか、うん、あー疲れたイケちゃん行ってくれるかな、私行ったことあるしって言われたらどうしようと思ってあるよ最終ピッチやし、うん、初めてやから、うん、言っといたらせっかくやし、はあ、サンプラやからな、さっきのところに比べたら、うん、はあ、私はあのトラパースの途中のクラックのところに一番関門を突っ込むねんけどね、うん、トラバースも？トラバースさ、していきよったら、うん、あの木のもうちょっと手前のあたりのところこう、うんうん、まあこうこんな感じでこんな感じ持てるとこあるから、うん、そこに私はいつも一番、ああなるほどな、一発入れとくやな、何もないから、うん、そのトラバース、そうやな、最初怖いもんな、そうそう、ないのな、うん、うわあ映ってる。あ、ごめん、オッケー。え？うん。いや、俺そこちょっと怖かったからピンだけかけてまた左へ逃げたよ。一個上の方にペツルが見えたから、うん、ほんでかけてまた右へ、あ、左へ入って、はい、お疲れ様でございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。バッチリ、池ちゃんの言う通りバッチリ、一番バッチリでした。そうやろ、うん、パチッとここかみたいな、うん、Thank you。 じゃあ解除します。ちょうどかけて、ほんま、ね、ええ感じ。さっきさ、引き上げてた時だ、うん、ここ映ってさ、今日登っててもあるけど結構引き上げきつかってんす最初から。そうやな、ほんと影取ったらここピキピキ釣り出してさ、あか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 と何や、最後でよかったわ、もうちょっと脱水気味なんじゃ。あー、久々になんか楽しかったほんまに。ああ、よかった、それが一番。いや、ほんまほんま。もうなんか親しく、なんかこう、こういうアルパインっぽいのやってない、もう多分何年もやってない気がするわ。なんかちょこっと一個に、なんか言ってねえけど、なんか、おお、なんかな、みたいな、あんま思んないな、思って。やっぱあんま思んないな、とか。面白かった、今日。ほんまに。冗談抜きで。よかった。うん、久々に面白かった。久々にしんどかった。あ、しんどいのはしんどかったけど。やっぱね、これやね、やっぱりなんかこの独特の、まだちょっと沢とかあんなんとは違う独特な緊張感ね。うんうん、はぁ、あ。え？体力ないし。こんなしんどくていけるんやろかって、うん、
まりな、あんまり考えてももう。そうやな。うん、もう、でもほんまにな、冗談抜きだよね、うん。もう冗談抜きで、俺はもうなんか、みんなにも言うけども、もうチャレンジして、うん、うん、もうそれが全て山取るから、うん、なんとも思ってんねん、俺。あかんかっても。もう行って、あかんかったら。本当に、沢とかでも。うんうんうん、やるだけのことやってあかんかってんから。うん、そういうことやな、ね。それはもう実力ないか、運が悪かったか。そうやな。うん。で、それでまだ火ついてるとまた来年やったらええし。そうやな。うん、もう火つかへんかったらやめてええし。うん、よし、いや、いいよもう、池ちゃんだったら泥水飲むよ。ほんまにほんまに。右鑑定、右鑑定もうええな。もう俺も右鑑定はまあ、あのそこまでもう、あの浴衣で登った時に、うん、あの頃の俺とどう変わってるんやろってか知りたくて燃えとったけど、うん、うん、あの特に今はほんならもう終わりにしようか。暑いわ。暑いな。うん。濃かった。ここ濃かった。ほんまに。Aルートやろ。うん。あのつなぎ、このつなぎ面白い。うん。なかなか。うん。今日はなんか用意トラバースやって抜けてるわ。なんか。トラバースが多かったみたいです。うん。ギターあれ持って帰りや。あの、残地の残地のヌンチャク。じもらって帰る。俺、缶付きとビナ一枚持ってた。缶付き冬だと嬉しいわ。あれ、安い缶付きやったら、鉄輪に変わってもた。やったやん。わらしべ長者。なんでそないにみんなな、どないしたんや。あれ、だから敗退やな、多分もう、あかん思ったな、あっこで。そうや、あっこでな、うん、そうやと思うわ。ほんで、多分降りてる時にあの、下に1枚ビナーがポッと乗っかったやって、うん、だから多分あそこで必死だって多分ヌンチャク出してるときにビナー落ちてはいはい、はい、ビナーかかってんだけどこう落ちたってこう引っかかっとってこうやってだからもう多分必死やったなこれ、うん、まあ、そういうこともあるわな、うん、なんで多分あれかけて、うん、別の絵してんやったからもう降りる言うて、うん、あれ捨てて降りたやんな。そうやな。うん。あ、でもほんままずく、まずく、まずく、これ。これ好きやねん、このルート。ね？このルート好きやねん。うん。しんどいけど。面白かった。ほんま面白かった。高度感あるな、ここ。うん。滑りたいから、ずーっとこう、リッチエっていうか、こう、出ていく、出ていく方で行くからな。うんうん。だからこれとこれはもう沢が必需品やな、あの下山の時に。ああ、それな。もうネットあるないでな、下山のな、うん、虫多い時のな、うん、ストレスがな、でネットがあるだけでな、うん、もう 80%、90% 軽減する。もうあの虫にずっと追われる時。もうかなわんもんな。もうな。気狂いそうなる。そうそうそう。なあ。もう疲れてるわ、汗かいてるわ、虫来てるわ、もう、ええとくちょっともないか。もうイラ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 してくるし。喋り、喋って、聞いわけないし、喋ったら口の中に入ってくるし。もうあれだけ、もうどうしようね。滑り台が一番楽しかったな、緊張もそんなかったし。一番なんか、ルンルンでいけたな。僕はやっぱりちょっと緊張感あったか。それだよ、何の緊張もなかったな。ようみたいに、ここにも手あるわ。ここにも足あるわ。それがな、慣れてないときは分からんから怖いね。ここのでもサンプラの、最後のサンプラやったの、最後。あれ、だから、あの、あれやで。ペツル側に行ったからやで。いや、なんかな、これ、ゆげちゃんの簡単とか選んで登れってけど、パッて見てたら、このラインやなと思ってんけど。うん。いや、せやけど気持ち悪いよ、このランナーの音と思って。うんうんうん。なんか出てきたとき、初期やから、これ、いけそうやけど、これパッと持ってったときに、あら、ここワンムーブあるじゃん、とかと思うと、うん。ひるむなと思って。うん。結構なランナーとなるもん、あれずっと飛ばしたら。うんうん。飛ばしたらな。うん。10メートルぐらい出るんちゃう？
出ると思う。なあ。うん。もうでもやっぱり行きたいみたいに雪のアルパインは要せんわ。ああ、しんどいで。しんどいのもあるしな。うん。もうあの想像してあの寒さとかっていろんなことを考えるわ、うん。なかなか腰が上がらんわ。雪はスノーハイクで言われる。しんどいし怖いしもうな。辛いことばっかりや。今シーズン5回目ぐらいちゃうか。え？セッポ。今年？うん、今シーズンに入って。毎週のように来たもん。誰か連れて誰かのトレーニング。はい、来た。これ行けたら湿度やな。なあ、汗ふなくこう、じわーっと。うん、にじみ出てくもんな。こんだけ陰って立つんやから。むしっと。うん。ここの下り見てたらいつも思うわ。そこやんか。まっすぐ抜ける道はなかったんかいと思うよ。また上がらせよこれ、うん、最後ちょこっとだ。そうそう、ちょっと考えてまっすぐ行かれへんかと思うんかいねと。そうだこうだ、帰りに面白さ求める。ああ、なるほどな、それはそれでな。そうそう、もうちょっとアップダウン ないんかいみたいな。ああ、贅沢やな人間は。そうそう、下りばっかりずーっとやって登り出てきて嬉しいもんな。あ、気持ちええわ、足気持ちええわ言いながら登った。なあ、よいしょ、もう帰ってる反応。よいしょ、暑い。で、40分、優秀な優秀な参考じゃないですか。ねえ、車まで50までに帰る、もう絵に描いたような。ありがとうございました。